してますよ。よくは通常2種類のウィンドチャイムをセットします。こんにちは。こんにちは。今日はアルバムギャラクシーでパーカッションを担当していただきました松藤和秀さんのお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。で、今回すごく面白いと思ったのが、ミュージシャンみんな別に打ち合わせも相談もしなかったんですが、原曲をいただいた時にイメージしてたのがちょっとサンバっぽいブラジルっぽい感じにしたらいいんじゃないかっていうのがありまして、偶然音出してみたらみんなアプローチがそのブラジルっぽいアプローチだったので、もうみんなの気持ちが一つになってるんだなって、楽曲一つの楽曲で、気持ちが一つになったんだなってすごくなんか驚いたことがありましたね。今回はそうですね、はい、楽譜とそれからピアノ の演奏で、まあ、原曲を提示してお願いしたんですけど、そうです、簡単なコード進行と生き方のとメロディーが入ってるぐらいの譜面だったんですけど、そうですよね、その、まあ、普通のピアノの演奏で皆さん揃ってブラジルサンバっていうのはちょっと私もびっくりしましたが、すごく面白い出来上がりになりましたね。なんか自分たちでもすごいいい感じで仕上がったかなと思ってます。今回はパーカッションは割とメインはコンガでやったんですが、あとちょっとフレクサトーンって言ってちょっと宇宙っぽいっていうかすごい面白い音が出る、ちょっとこれ音出してみましょうか。はい、じゃあちょっとお願いします。曲の割と曲の最初の方に入ってるんですけど、音程が変わる楽器で、なんかお化けが出る時のそういう感じの音がするんですけど、でこれはこれにもともとこういうのがついてるんですけど、これをまたマレットで叩いたりとかすると、っていう恒例の大阪で有名なお前はほかっていうのがとかもできますね。え、いろいろと音で言葉が連想されるっていうのは面白いですね、はい、それでこの音程を変えることができるっていうのは変えようと思って変えてるんですか、それとも自然と変わるっていうことですか。いや、あれは指のこのテンションのかけ方によって音が変わっていく。あ、そうするとこういうふうに、指の押さえ具合を変えていくわけなんですね。それでマイクをこう2本立ててもらったらこのステレオでパンできるような感じにも撮れるし、そうですか、はい、もう一度ビデオ の視聴者の皆さんに分かりやすいようにこう押さえたり離したりっていう感じでもう一度ちょっとお願いします。はい、いう感じですね。ありがとうございました、はい、僕が使ってるコンガがシリーズがギャラクシーっていうシリーズで、まさに今回のアルバムタイトルと同じで偶然びっくりしたんですが、そうですよね、私もね、そういうふうに教えていただいて見たらギャラクシーって書いてあったんですごくびっくりしましたけれど、そうするとこう松藤さんはあ、これがいいっていうふうにすぐ思ったわけですね。すぐそうですね、コンガも何セットかあったんですけど、
ギャラクシー持ってきました。そのコンガで、うん、そのギャラクシーシリーズのコンガと他のコンガでは、うん、あの音とかが違ってくるんですか？やっぱり材質が違うので、あのファイバー製のものもあるし、まあ安いのから高いの値段のこともありますし。あ、そうするとギャラクシーは材質はどんな？割と木のいい木を使ってるやつなんです。いい木を使っていい音が出るということですね、そうですね。サンバのでよく出てくるフレーズをトライアングルでやったんですけど、これあ、本当にサンバのね、こう生き生きとしたリズムがね、トライアングルで出てくるわけですね。とミュートすることと、あのオープンにすることによってリズムがこう変わってます。これはこういう風に叩きたいなって思ってる人がどういう風に練習すれば、うん、例えば中学生とかが、一番幼稚園の子どもたちにもワークショップとかで教えてるんですけど、もう2つの音を出すだけでもリズムになるので。じゃあちょっとお願いします。普通幼稚園でやるときは、うん、こういうのが多いですよね。それが1やっぱ早いバージョンの、前回 の, あのあナイトクルーズのナイトクルーズ使った、ね、はい、結構早めのやつが、メリハリを出すので、ウィンドチャイムっていう後ろにある楽器を、僕は通常あの2種類のウィンドチャイムを使って、あの盛り上がるとこ、盛り上がり用と、それとちょっとクールダウンする用で使い分けてるんですけど、で一番盛り上がる音っていうのがもうあのローからハイに上がっていく感じで、そうですね、だんだん音が高くなると盛り上がりますね。それで今度静かになるとこだとハイからローの、でこの優しい音のウィンドチャイムが気に入る音がなかったので、これは自作したウィンドチャイムなんです。そうですよね、自分で作ったんですよね、あの両手でかき鳴らすようなところもあったと思うんですけども、一番盛り上がるとこが両手でやるので、はい、かなり大きい音が出ます ね, そ, うですね。それとこういうビーターって言うんですけど、あのバチがあって、これもあのこれ今2種類ぐらいしかないんですけど、これもこういうあのケースの中に 10セットぐらい入ってるんですけど、その太さとか長さが違って、太いのが大きいもの用っていうことですか？あの音色がで、この小さいのだと、細いのだと、で一つのウィンドチャイムでも全然違う感じで、優しい感じになりますね。それをこういう、特にこういうやつだともすごい可愛い風が吹いてるような、本当ウィンドチャイムの音になりますね。そうですよね、だからいろんな他の楽器もそうなんですけど、その叩くものによってパーカッションというのはあのいろいろ、同じ楽器でも叩くそういうマレットとかビーターの種類によっても全然違う音で、できますから、そういうところも面白いですね。この間、手作りで作ったということをお話ししていただきましたけれども、作り方についてまたもうちょっと説明してください。はい、これは多分真鍮が入った合金だと思うんですけど、日曜大工センターでその鉄のこのパイプ、この金属のパイプを買ってきて、それで、まあ、適当な長さに
あの金栗ノコギリで切って、でこの穴をあのドリルで開けて、それでこの木の土台に穴を開けたのに、これはぶら下げてるの一番手に入りやすいあの小札、値段をつけるこういうタグをつけるやつなんですけど、そこはちょっとびっくりしますね、うん、これだともう今100円ショップとかにも売ってるので。ああそうですか。それであの切れてもすぐ補充できるのでそれを使ってます。これはあの長さが、長いのがあったり短いのがあったりまた長いのがあったりっていう風に、うん、だんだんこの、細くなっていくけれども、あ、だんだん短くなってます。これあのたまたまこのタグの紐の長さがちょっと違ってたのでこれだけちょっと短く見えるんですけど、実はだんだん徐々に長いのからだんだん短くなって、そうですか。じゃあタグのこの長さが違うからちょっと長さがいろいろあるけれど、本当はこう綺麗になってるわけですね。そうです。あ、そうですか。最初これをどのくらいの長さに切ればいい音とか、あるいは思った通りの音になるかっていうのはやっぱり切ってみなくちゃ分かんないですよね。まあ、そうですね。でも大体勘で、あ、そうですか、やると大体いい感じになりますね。 ありがとうございます、うん。僕はやっぱり、ミュージシャンになりたくて、高校を卒業して、出身は福岡県の大牟田市っていうところなんですが、東京写真大学っていう、中野にあるあの写真の学校があって、まあ、そこに入学したんですが、まずは写真大学だったわけですね。それでその入学式の前にはもう新宿のピットインというジャズクラブにもうバイトで入りまして、はあ、入学する前に、うん、それで、そこだともう時給とかすごく安かったんですけど、そうですか、毎日生の演奏が聴けると思って、それで、昼間は学校に行って夜はそこでバイトをする毎日で、その時給が安いってのはちなみにおいくらだったんですか？いや当時やっぱ300円とかそのくらいでした。他のとこでもまあ550円とかそのくらいの時代でしたけど。そうですか、うん、300円だとやっぱりちょっと辛いですよね。そうですよ。でも食事を出してくれてたので、それでまかないで、そのまかないの料理とかも自分たちでやってたので、そこで料理も覚えて、はあ、で僕は九州にいる頃はすごい軟弱で魚とかも食べれなかったんですけど、そこに行ってもうサバの塩焼きとか食べたらもうすごく美味しくて、それからね体も元気に なってきましたね。どうしてその写真大学に行ったかというと、もちろん写真の仕事がしたかったわけですよね。まあ、写真も好きだったし音楽も好きだったんですが、まあ、写真のその学校に行ってもすぐバンドを組んでもう演奏して文化祭とかでは演奏してたんですけど、でたまたまその同級生があの当時の割とフォークのシンガーの方たち あのステージ写真を撮ってて、でそのとあるグループが、ドラムが抜けるっていうので、で僕にオーディション受けないかって友達が紹介してくれて、それが、クラフトというグループで、僕が入ってもう1年ぐらいでちょっとさだまさしさんの曲でヒット曲が出てしまって。そうですよね、私もよく知ってますけれども、それにしてもね、うん、あの写真つながりでクラフトに入るっていうのも不思議ですね。そこの業界に入ったのが本当にチャンスが、やっぱりやっといろいろ自分がやりたいと思ってたらやっぱりチャンスは巡ってくるもんだなっていうのをちょっと感じてました。当時ディスコバンドっていうのがやっぱディスコが盛ん でそこからもすごい誘われてて、でどっちにするかちょっと迷ってたんですが、で当時の給料としてはもうディスコバンドの方が全然良かったんです、はあ、それでまあクラフト4人グループで、それでその
メンバーの方に皆さん給料どのくらいもらってるんですかって聞いたら、相当、まあ12万だよって言って、まあ当時としては大学生の初任給が7万とか8万ぐらいの時代だったので、あ、それだったらいいなと思って、それで実際入ってみたら4人で12万だったっていう半分騙されたみたいな曲があったんですけど。そうですか、はい。普通給料が12万って聞けば、一人で12万と思いますよね。そう思いますね。だからメンバーも知っててわざとそういう言い方したんですけど。そうですか、ね。でもまあ松藤さん入っちゃったということで。そうですね。うん、そうですか。それでそのドラムスは練習はどこで行ってたんですか。当時は、ヤマハのスタジオとかを借りてやったりしてましたね。あ、それは、バンドで借りるって、それとも個人で、その時は個人で借りたことが多かったですね。そうですか。じゃあその12万の給料を4人で分けて、うん、その中からスタジオを借りて自分で練習してたの。それとそのクラフトは今のあの福生にあるアメリカンハウスがあの合宿所になってて、そうですか。でメンバーそこで住んでるメンバーもいて、であのバンドの練習としてはもうそこで音が出せたの でそこで練習したりとかしてましたね。その合宿するっていうことはしょっちゅう顔を合わせたり一緒に生活をしたりっていうことでのメンバーの方もあの割とあの最初のメンバーの方たちはそうでしたけど、後半はもうみんなそれぞれあのアパート借りたりとかして。あ、そうなんですか、はい。じゃあそれは例えばあのそうしなきゃいけないっていうものじゃなくて。そうですね、うん、好きな人は合宿するみたいな。そうですね、お金ないだろうからって言って事務所が借りてくれてたんです。そうですか、うん。そうするとこの合宿してるメンバーの方はしょっちゅう練習したりっていうことになるんですか。そうですね、もうあのマイクがつってあって、で紐をこう緩めるとマイクがバーッと降りてきて、でもすぐコーラスの練習ができるようなことになってましたね。そうですか、うん。じゃあ特に、自分たちでその顔さえ揃えればコーラスの練習ができるとかできるっていう感じでしたよ。そうですか、うん。じゃあ松藤さんはその頃は、まあ、ヤマハのスタジオとか借りたり、いろいろと合宿所で練習したりとかで、うん、はい、1日どのくらいこう音楽するとかドラム叩くとかしてたんですか。いや、もうドラムセット自体というよりも、もうスティックはもう常にあの手放さなかったっていうか、常になんか振ってましたね。だから膝とかこの辺はもういつもあざがついて。あ、じゃあ、枕とか電話帳を叩くじゃなくて、もう何気なく膝をこういう感じで叩いてましたから。それはあざになりますね。そうですね。そうですか、うん。やっぱギタリストの人もそうだけども、常にもう手放さないっていうか、なんか体の一部みたいにもう皆さんあのご飯食べる時もなんかこうやってる人もいるみたいだし。その他にも何がこういろいろ苦労した話とかありますか。そうですね、まあクラフトがちょっと売れてた時だったんですけど、まあ、宮崎であのホールでコンサートがあって、そのホールがもう1000人近く入るすごい大きいホールで、それで行ってみたらチケットが20枚ぐらいしか売れてないっていう話で、で街に行ってもポスターも何にも貼ってなくて、何にも宣伝当時してなかったみたいで、それで、どうしようっていうことになって、それでメンバー全員であの外に出てお客さんの呼び込みをしたことがありましたね。1000人のホールでチケット売れてたのが20枚。それはあのコンサートの何日前に判明したんですか。いや、もうほとんど当日ですよ。え、当日、うん、今日の夜に演奏するのに。だからその昼間もうリハーサルもそっちのけで、お客さん集めにどうですかってチラシ配った記憶があります。そうですか。じゃあそれは例えば駅前のような繁華街に出てやったんですか。そうです、もうそのホールの近くのところに出て、でもそれでもまあ数人は入って来てくれたみたいで、まあどんちょうが入って、まあ、前見たらもう全然お客さんいないんですけど、ちょっと視線を下にやるとお客さんがその辺にへばりついてるっていう感じの、その時はコンサートでしたね。そうですか、うん。クラフトみたいにね、有名なグループでもそんなちょっと苦労したことがあるわけですね。ありました、それはね。ルネージャというグループで、それで、ルネさんっていう、イギリス生まれ でイギリス育ちの方が歌なんですけど、でその人のアルバムを1枚作って、で僕はそれをもパーカッションで参加したんですけど、はい、それはすごくいい仕上がりに なってと、ビビットっていうあのインディーズの老舗のレコード会社なんですけど、すごくいい感じで出来上がりました。海外での演奏とかをもっとたくさんやっていきたいですね。
オーストラリア、それは子供たちのゴスペルグループで行ってきたんですけど、やっぱり、向こうの人もすごい言葉は通じなくてもすごく反応してくれるので。そうですよね、すごく楽しいですね。ゴスペルだとどんな楽器を持って行って演奏したんですか？その時はやっぱカホンメインの、セットで、だからそんなに派手じゃないんですけど、まあ、カホンなのでドラムみたいな音が出て、ですごく面白い感じですね。でその子供たちのゴスペルグループも、すごくオリジナルのゴスペルで、はい、すごいポップな感じで。あ、そうなんですか。ね、うん、でゴスペルっていうとああいう僕がもう思ってたんですけど、ああいう天使にラブソングをみたいなイメージだったんですけど、もうラップみたいなゴスペルもあるし、もういろんなハードロックもあるし、フォークソングみたいなのもあるし、だから神様を讃える歌詞の内容だとみんなゴスペルっていうみたいで、じゃあそこはね新しい発見でしたね。お近くで僕の名前を、見かけたらぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。はい、今日は、パーカッションの松藤和秀さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。